桜の切り紙をするときに便利な折り方が、あっという間にできる型紙です。実用新案に出願しておりますので、営利目的、団体での使用、転用する場合などは、コメント欄や説明欄のお問い合わせフォームからご連絡ください。型紙の作り方は、紙を2つ折りにして、36度ごとに線を引き、山折り谷折りを繰り返して蛇腹に折ります。めくりやすいように角を切り落としておきます。使うときは切り紙に使う紙を半分に折って型紙に挟みます。挟んだまま型紙ごと一山ずつ蛇腹に折っていきます。型紙から取り出すと桜切り紙の折り方になっていますので、周りの余分なところを切り取り、桜型に切ります。切り紙の紙が大きい場合は、型紙からはみ出すように挟みます。あとは同じように蛇腹に折って、型紙から外します。大きめに作ると、複雑な形の切り紙もできます。真ん中を桜型に切った場合は、小さい桜としても使えます。桜の切り紙をたくさんするときには、この型紙が大活躍します。同じ型紙を使って切り方を変えると、星型や梅の花、桔梗の花などができます。季節ごとにお好みの切り紙を作ってお楽しみください。